どうも、高校生です、今日はですね、そろそろ寒くなってきたシーズンということでですね、誰でもちょっと簡単にできるアイデア術であったりとか、あとはまあこんなものどうですかっていうような感じでご提案させていただきたいと思います。はい、ではまず一つ目なんですけど、今僕がこちら座ってるこたつなんですけど、このこたつ実は誰でも簡単に作ることができます。なので今日はちょっとそれをご紹介させていただきたいなと思います。こちらですね、こたつを作るために用意するものはズバリ3つです。同じ大きさのテーブルを2台と封筒型の寝袋1つ、こちらでできます。はい、作り方なんですけれども、よいしょ、こちら解剖するとこんな感じになっております。まずテーブルをですね、1個普通に設置します。はい、でまあできればこのロースタイルのテーブルが一番いいかなと思うので、ロースタイルのテーブル、まあこれですね、フォールディングテーブルなので、まあよくあるアルミの、パターンと閉じるタイプのテーブルになります。こういう風に高さ調節の足がついてたりするものが多いかなと思うんですけど、こういう2つ折りのパタッとするようなよくあるテーブルですね。こちらをまず広げます。したらですね、その上から封筒型の寝袋、これをですねちょっとチャックを全開に開けてあげてかぶせます。バサッと、はい。そしたらこの上からですね、もう一個さっきのテーブルと同じ大きさのテーブル、こちらをですね、今度は足を出さずにこのフラットにした状態で置きます。はい、そうするとこたつの完成になりますので、ぜひですね、ちょっとこれから冬に向けて寒くなってくるシーズン、ちょっとぜひこのテーブル2台使ってこたつ作ってみてはいかがでしょうか。さあ、そして2つ目なんですけど、じゃん、まあ、これ冬に限らずなんですけれども、ソフトクーラーバッグのすすめを僕はしたいなと思います。で、ソフトクーラーバッグなんでいいかっていうと、まあ基本的にソフトクーラーバッグって小さくコンパクトになるので場所を取らないっていうのもあります。で今回こちらタラスブルバのソフトクーラーバッグを用意したんですけれども、これすごいよくってめちゃくちゃおすすめです。それなんでかっていうと、ですね、ポイントの一つ目、内側にアルミが全面に貼られてます。でアルミっていうのは熱伝導がめちゃくちゃいいので、一旦この中が冷えるともう一気に冷えます。アルミを伝っても一気にこの中が冷えるので、ものすごくこの中冷えます。で、保冷効力も、こちら触っていただくと結構分厚いので保冷効力も高いです。で中の断熱材もしっかりとウレタンフォームを使ってますので、ウレタンフォームはやっぱり断熱効果が高いので非常に保冷効果が高いです。でタラスブルバの場合、こちらもメッシュのポッケがついてまして、まあこの氷点下パックですね、 L サイズがすっぽりとぴったり収まるサイズになってます。なのでこれをこう入れていただくと、もうこのアルミを伝って一気に中が冷えていくという感じですね。でこちらおすすめポイントその2なんですけれども、こちらサイドにバックルがついてます。でサイドにバックルがついてるこの意味としては、こちらのバックルを両サイドつけていただくと見ての通り四角くなります。で形が四角いので、この保冷バッグが持っているこの庫内の面積ですね、これをまあ割と最大限使えることになるので、非常にこの中が容量が大きく使えるんですね。ソフトクーラーバッグっていうのは最初に言ったように小さくコンパクトになっていくっていう習性があります。で
つまりなんですけど、これ今バックルつけてて四角い状態ですけど、中のものが減っていったら、この面積をずっと冷やし続けるのってやっぱ無駄なんですよね。ここを外すと、外すとこういうふうに潰れていきます。潰れていくので、つまり中の保冷剤が頑張って冷やし続けなければいけない空間が必然的に自然にこう狭まっていくという形です。なので、中の保冷剤の持ちが非常に長くなります。なんで、こういう保冷バッグですね、ソフトクーラーバッグっていうのはかなり有効的ですので、下手したらハードクーラーボックスよりも長持ちする可能性もあります。保冷効果がずっと長続きする可能性もあるっていうぐらい、ソフトクーラーバッグ非常におすすめですので、ぜひちょっと使ってみてください。では3つ目ですね。3つ目はキャンプで豪華なベッドを作ろうっていうところなんですけど、使うのはこちら、シーツですね。これはインフレーターマットにつける取り付けるシーツなんですけれども、これがあると非常に豪華なベッドができますので、ぜひちょっと活用してみてください。で、一応これなんですけれども、これは、ポリエステルとコットンを含んだものになりますので、で、汗とかも吸ってくれて洗濯もできますので、非常に衛生的にお使いいただけます。で、こちら用意したのが、まずコットですね。コットを2台用意してます。で、できればこのようにハイコットが望ましいですね。で、インフレーターマット、これもできれば厚みのある10センチぐらいのマットが望ましいです。こちらを2個セットします。そしてですね、ここにこちらのシーツを取り付けていきます。で、今回こちらはですね、ダブルのサイズのシーツになるので、2個をまとめてこれで覆いかぶせちゃいますね。もちろんマットはこれシングルを2個今回は用意してますけど、ダブルのマットでも大丈夫です。はい、こちらでシーツをまず取り付けました。で、ここにですね、完成です。こちらでダブルの寝袋を用意してあげると、なんと豪華なダブルサイズのベッドが完成しました。キャンプでもですね、非常に寝心地のいいマットが作り出すことができますので、ぜひですね、ちょっとこういった、今回のアイデアグッズを使って挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、ではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。